げんよう。確かね、前回は KS さんを倒して、なんとかその ID カードの一つを手に入れたところで、ゲーム終了しました。 KS さんはこの部屋の右側の部屋にいたんですよ。で、あと一個 ID カードが必要ということで、おそらくその ID カードはこの部屋の左側行ったところにあるでしょう。道中雑魚敵がたくさんいるでしょうが、僕はその雑魚敵を倒す力はほとんどないのであります。なのでレベル上げまたは、敵から逃げて全て戦闘はカットするんじゃないかなと思います。今どんな感じだ。エクスカリボー、犬の気持ち、エンジェルロット。特に何かあるというわけではないな。じゃあ行くか、左側。特に何もないし、多分あと左側行って ID カード取れば、あのヒッポポタムスと戦闘か交代役を取ってもうクリアだと思うんで、それではね、この部屋、この奥の部屋、ここに ID カードを持った何かがいるんじゃないかなと思います。心して入っていきましょう。ああ、こいつも研究員でよく見たな。俺のことを捕まえたやつじゃないのか。コニテのこと捕まえた研究員だな。駄菓子屋で売ってるプリンみたいな色しやがって。ふふふ、これぞヒポポタムス様の開発した新しい薬。新しい薬、水の中で走ることができるようになる薬だ。大した研究してないな。じゃあ別に引きこもりいらないだろう。水の中で走ることができるようになる薬。そんな驚いて。すごいですけど、何に使うんですかそれ。本当だよ。ヒポポタムス様の想像力は我々の理解できる範囲を超えているのだ。へえ。よくわからない。ふふふ、驚くのはまだ早いぞ。ヒポポタムス様の頭脳はこんなものじゃない。次に見せる、これはさらにとっておき。川辺の草を無限に増殖する薬だ。これってさ、カバのための薬じゃん。これを使えば、なんと、川辺の草を無限に増殖することができ。ヒポポタムスは、人間を利用して、そのカバを、カバの生活を良くしようとしてるんじゃないのか。ゼロワン、貴様。ゼロワンはサオポンだっけ？僕たちは甘く見ていたみたいだね。引きこもりを甘く見すぎだぞ。さ、最上階へ行くための ID カードを渡してもらおう。持ってるんだろ？早く持ってんだろ？ああ、これは薬飲んで、顔色青くなって、おかしくなって戦いになるパターンだな。KS さんと一緒で。最上階はヒポポタムス様のプライベートルーム。あそこには誰も行かせてはいけないのだ。ああ、おかしくなってきてんな。この人弱そうですし、ささっとやっつけてカード奪っちゃいましょう。仕方ない。力ずくで奪うしかないか。ああ、飲むな。薬飲むぞ。うぐぐぐぐ。このヒポポタムス様特製超パワーアップする薬で。超パワーアップする薬。ヒポポポタムス様こそ絶対の存在。やべ、どうなるんだ。なんかやばそうやぞ。まあ、大して強くないだろう。あの KS さんでさえ、大して強くなかったんだから。あ、やばい、なんだこれ。これちょっと読むべきもんじゃないな。これキーボード適当に打ってる時みたいになってるぞ。アインは暴れて、机の上にあった薬をばらまいた。あたりに毒ガスが溜まっていく。さっさと倒せという話だ。これも一心不乱だ。
ロビンは一旦防御フィールド焚いて逃亡へと。で、キラキラでもやってみるか。クルミ、あ、使ったことないしな。強い。まあ、とりあえず全体攻撃で効率的に敵にダメージを与えていけば、敵は早めに、まあ、敵の数が減ればだいぶ楽になるんじゃないだろうかな。で、MP まで毒ガスで減っちゃってるから、それが結構きついね。ああ、ってことはロビンで全体回復していかないとな。ハイライト違うな。癒しの風違う。聖なる風だ。で、北王子で遠吠えと。で、くるみでふわふわ。回復ロボがうぜえ。空振り状態になっちゃった。いやー、めんどくさいなこれは。まあ、とりあえず一心不乱、そして聖なる風、北王子で遠吠え、でついてにふわふわと。ああ、でも立ち遠吠えは結構当たるな。あまり意味ないか。そうかそうか、叫ぶだけだから意味ないか。空振り状態になってても、今だったらまずは回復ロボ、強化ロボ、周りのバフをかけるやつらを倒していかないとな。キャビン、今だったらロビンは戦えるかな。あ、そうだな、あの回復ロボは真ん中の研究員に回復してくるから、まずはロボットを倒すべきなんだ。なんだ、ちょっと待って、これさ、回復ロボから先に攻撃するべきなのか。そうだよね、そんな感じがしてきたな。でももうなんかここまでやっちゃったらもう後に引けないよ。だってもうちょっとで強化ロボ倒せるんじゃないかなと思うからさ。いけるでしょ、次のターンか次のターンぐらいに倒せるんじゃないかなと思ってる。 にしても結構体力多いな。あー、ふわふわが効かないな。ふわふわやめるか。あー、じゃあこれでだいぶ楽になった。一旦どうしよう、まあいいか、まだ。じゃあもう全体攻撃をやめよう。くるみはもう通常攻撃で、回復ロボに攻撃だ。回復ロボ弱かった。回復ロボがこれか。大したことないな。まあ、とりあえず遠吠え使って、くるみも普通に攻撃だ。今のところ遠吠えが、この正気を失ったアインに対して全く効いてないから、もう北王子も通常攻撃やろうかな。破壊光線。あ、全体攻撃か。え、ちょっと待ってくれ。大して強くはないんだけど。これか。あ、回復アイテム。気絶回復させるのにアイテム使うのはなんか面倒だな。面倒だしもったいないな。どうせそんな強くない相手なのに。それはな。あ、やっぱ使うか。なんか面倒くさくなってきたな。
蘇生薬あるよね。蘇生薬あった。丸ボロで150食らうな。それ結構痛いな。あーもう毒ガスで MP がない。丸ボロがかなり強いぞ。あれは全体回復よりも一体一体を回復して、とりあえずハイライト使うか。最低でも150は回復しないと体力回復間に合わないからな。手榴弾、ちょっと待って、相手やけくそじゃないか。確かくるみは相手の HP を吸収できる何かがあったはずだ。あとでミラクル、これだ。170、強い。おいおいおい、やばいよこれ。あー相手も本気を出してきている。どうすっかな、なんかあったかな。キツキ薬は、コニテを結構素早さあったはずだから、コニテで魔法水を飲ませてロビンが全体回復さするようにしないとな。破壊光線？何でも使ってくんなあいつ。とりあえずクルミは相手の体力吸収すれば MP じゃない HP 回復できるからいいね。ミラクルで、もうミラクル効かないと。なんだよそれ、なんでさっきまで効いてたんだよ。効かないとかあるかよ。もう一回だ。効くな。失敗するんか。ダメだ、強い。復活の技とかあったっけ。あれあった、ピース2あったんか、見てなかったな。おい、いい感じじゃないか。一旦に2人も会心の一撃が出るなんて。戦いに勝利した。1500の経験値を獲得。お金を200円手に入れた。ハイライト、これは4だな。4を手に入れた。ハイライトは HP 回復だ。味方一体だな。メビウス覚えた。なんか中に臭い技だな。これで手に入れたんかな。手に入れてしまった。やった、先を急ごう。コニテの心が成長した。クジケの心が究極の心に変化した。もう究極の心持ってる。ニートって何なんだ。あれも装備してる。ついに悟りをひらめいた心、仏門に入ってしまった。ど根性ベルト、いやなんかすごそうなベルトだな。属性のダメージを軽減する男性専用。死んでもらっちゃまずいな。ロビンだね、回復役だから。あ、状態異常になるのを防ぐ。じゃあこれはやっぱロビン装備しておくべきだ。男性専用、犬男性であった。じゃあこれでいいや。あれちょっと待って、犬の首輪からど根性ベルトに交換しようかな。ちょっとロールプレイング的にはないだろうけど、ダイナマイト。あ、置いてあるのは全部消耗品かな。黒帯くるみにやろうかな。そういうもんじゃないか。なんだ、
やっぱアイテム欄から見ないと何が何だかわからない。黒帯。空手の黒帯。空手の黒帯。あ、なんか。あれ？なんだこれ。もはや武器じゃないじゃん。え、なんかよくわかんないな。まあいいや。古そうな日替わり読みますか？はい、読みましょう。丸月×日。PS 薬の実験体として良さそうな対象を見つけるため、今日も町へ出かける。ふんふんふん。なるべく若くて未熟な人間がいいらしいが、これが難しく、なかなか見つけることができないでいる。まあ確かに、引きこもりを見つけるのは無理だろう。だって家の中にいいんだからさ。そういえばヒポポタムス様が昔通っていたという学校はどうだろうか。あの廃校か。ちょっと待ってくれ。通っていたって言うけどさ、あの廃校はさ、猿、キジ、犬、カバを飼ってたんでしょ。これ、通ってたんじゃなくて、飼われてたんじゃないのか。それ臭いな。俺、ちょっと前までは警備員が、その、ヒポポタムスなんじゃないかとかそう思ってたけど、予想以上にカバカバしいカバだったから、これもうただのカバにしか見えないからさ、これ多分飼われてたんかな。学校なら若い生徒がたくさんいるに違いない。ヒポポタムス様が通ってたぐらいなのだから、さぞかし素晴らしい学校なのだろう。さてどうやって侵入したものか。あ、お前が警備員か。臭い。臭すぎる。ちょっと読んでみるか。次真ん中だな。順番に読もう。ファイアミッション、違う、ファイル2ミッション。なんか全然違う書類になった。対抗薬は数も少なく貴重なため、重要な場面においてでしか使用することは認められない。もし被験者の命が危なくなった時などには使用を許可するものとする。被験者意外と大事に使ってんのかな。またミッションのために貸し薬を用意したので利用すること。貸し薬ってなんだ？なんだろうな。あ、今の研究員が飲んだのが貸し薬かな。ミッションについてと書かれた書類がある。読みますか？はい、読みましょう。オフ会作戦。まず実験対象02を何とかして外に呼び寄せる。俺だな、俺。遊園地、学校、デパート、商店街、いつどこへ向かうことになっても作戦を遂行できるよう完璧なプランを用意すること。すべては仕組まれていた。まあ、もう間違いなく次、ラスボスだ。この展開はそうだ。いやー、物語も佳境だ。絶対にここになんかある。間違いない。行こう。コニテイは ID カードを使った。もう目の前かな？音が止まったってことは、こっから雑魚敵と戦う、そんな感じではないと思ったけど、これ間違いなく心だろう。誰かの心。犬の気持ちプラス2が犬の気持ちプラス3になった。もう新しい名前つけてやろうとかそういうのねえのかよ。なるなぁ。ちょっと待って、母ちゃん。母ちゃんどうしてこんなとこまで入ってきてしまったんだ。ブツブツ入ってる人、見てはいけないものを見てしまった。今まで俺が見ていた、これ母ちゃんではなかった。一体何だったんだ。偶然見たあのお方が寝てる姿、あれは。あの時目に映ったのは、あれは人じゃない。か。死んでしまったか。いやもうカバだって分かってんだろう。あ、洗脳されてるから、ヒポポタムスが人間だと思ってたんだな。あれを人間と思うのはなかなか苦痛だよ。意外と広いぞ。くそ、マジ広いのかよ。広くないと思ってたのに。これは多分ミミックだろ。イヤリングは、確か、星降りの腕は、これ、いろんな体勢を持った、最後の服。レアカード。レアカードだけ怪しいな。ない。ああ。
ちょっと待って、攻撃力プラス60。攻撃力なんかよりも耐性だろう。とにかく速くなる。いろいろ回避しやすくなる。まあ、やっぱ北王子は最初、回避しやすい。イヤリング。属性ダメージを軽減する。ああ。まあ、なんか負けたら使う的な感じでいいかな。そんな難しいゲームじゃねえし。装備で悩む必要ねえし。で、左側は？左側ないな。じゃあもういいや、行こう。間違いないな。気持ちが高揚していくよ。こういうシンプルなステージは。ただ階段を登るだけ。心臓がバクバクしてくる。そろそろだろうな。ヒポボタムス。あの人が寝ている姿は人ではない。カバって言ってたから、なかなかカバっぽい姿が見れるんじゃないだろうか。まあ、元からカバだと思ってたけど、これ、檻ん中だから、間違いなく動物園的なところで寝てんじゃないの？そんなプライベートルームがまさか動物園的な檻の中なんて、まさかここまでなんてこと。ん？いや大丈夫。ちょっと読んでなかったな。やばいな。コニテイ君、この扉はレベル4の IT カードがあれば通れるはずだ。わかった。行くぜ。まあ、IT カードを入れる場所があんのかよ。こういう時に林がいればな。通信空手でぶち破れんのに。あ、開いた。なんでロビンだけもうすでに歩いてるんだ。え？え？裏切んの？違う。え？思い込みが現実のものになると言っただろう。さ、中に入ろう。え？ってことは、どういうこと？本当は ID カードでは開かない扉だったんかな？いや、そうだと思ってたよ、俺も。だってあれ、ただの、動物園によくある鉄柵だからさ。だけど思い込みによって、それが現実のものになってしまうということか。これまだファンタジーの中にいるのか。あ、違う。主人公は、なんか思い込み、なんか念じたものを具現化する力があるんだよね。恐怖心が廃校でよくわからないモンスターをコミテが生み出してしまったからさ。あ、ちょっと待って。犬の首輪。ど根性ベルトさっき装備したのに犬の首輪とかないよ。あれ、半端じゃない。これ使うしかない。なんだお前、ヒポポタムス様はね、友達が欲しいんだって。だから僕たちを喋れるようにしたんだ。そんなことだったんかい。人間はそのうちみんないなくなっちゃうんだってさ。それは確かに動物にとってはいい世界かもしれん。人間は動物を家畜として飼い、撲殺してるからな。おじさんたち誰？ヒポポタムス様の知り合い？ヒポポタムス様はその昔、神様から力を与えられたんだ。カバーが神に出てくる神話ってあったっけな？もし力を手にしたのが人間だったら、僕たち動物はすでに絶滅していたかもしれない。だから力を手にしたのがヒポポタムス様で本当に良かったって。いつもヒポポタムス様はおっしゃってる。自分で言うんかい。あの牛やばいな。なんか初めて見たグラだからあいつは喋るの最後にしよう。で、ここにあるゲームボーイみたいの。どこか知らない国の言語で人々争ってる。監視してるんかな？ネズミは？不思議な力のせいで人間の目にはヒポポタムス様はいろんな姿に映ってるらしいよ。僕たち動物から見ればヒポポタムス様はヒポポタムス様だけど、まあ、カバにしか見えねえよ。神の力を手に入れて人を超えた存在になられた。人である君たちなどもはや敵ではない。なんでこいつだけこんなうぜんだよ。ここに置いてある粘土みたいなのはなんだ？
石碑に何か文字が刻まれている。天空より現れし神秘なるサドル。ちょっと待ってくれ。天空より現れし神秘なるサドル。サドルってのは、サドルってあの椅子のことでしょ。それを手にした者は世界を手にするだろう。謎の碑文だな。サドル、サドルなんかこのゲーム出てきてないしな。おそらく先進めばサドルあるんじゃないか。サドルっていうのが今の俺の思い込みだと、自転車とかの椅子だよね。あれ？そんなのおかしいでしょ。この部屋なんだか不気味ですね。普通じゃないというか、まあ、確かに部屋の中に観葉植物ですらないようなぶっとい木と、予想以上に大量の動物。あ、思えば北王子にはヒポポタムスの本当の姿が見えるんじゃないんだろうか。ってことはやっぱ北王子必要だな。だからか、サオポンが戦闘に参加しないのは。まあサオポン弱えしな。あいつ攻撃当てねえし、対抗薬はここにはなさそうだ。最上階のどこかにあるはずだから、ひとまず奥へ進んでみよう。行くか。じゃ一旦セーブすか。顔見とく？何にもない。ちょっと思ったより長いのか。いやもう雑魚敵はいらないよ。全部逃げよう。ちょ、敵出ないに使うか。敵出ないの効果がさ、なくなってきてるような気がするんだよな。少しの間敵出なくなるってレベルじゃねえよ。あー、こっから分かれ道があったら結構だるいな。一本道だったらいいんだよ。あー、一本道で分かってくれてる、作者は。ここでもう敵が、ファミリーランドの、お前は一体何なんだよ。これ寝る場所か。やめとこうよ。まずセーブだろ。ダウンシティに戻ってダメだよ。あ、ちょっと待ってくれ。あの変なロボットが、ダウンシティにてマシンファクトリーがオープンしました。よろしくね。あー、なるほど。だからか。なんかあるんだろうな。わかった。セーブするけど。いや、さっきセーブしたろ。なんでカエルでセーブする必要があるんだよ。よくわかんねえよ。いや、とりあえず箱お前だ。こちらは開発ルームです。この部屋ではゲームの裏話やおまけ要素などを楽しむことができます。ゲームクリア後に入ることをおすすめします。よし、じゃあとりあえずファミリーランドの、じゃあファミリーマートの店長と話して、まずマシンファクトリーだな。ちょっとサクッと行ってきます。マシンファクトリー、なんかのお店だと思うんだけど、もうお金ないからさ。あ、こっから入んのね。そっちかよ。おお、これスーパーロボの最新モデル。警備ロボにしか見えないよ。これぞ人類の英知、現代科学の結晶。今話題の最新型アンドロイドメカや。ああ、実物見たの初めてや。こういうのは東京行かんと売ってない。ちょっと暑いな。定価200万円。まあロボットとしては安いんじゃないの。そんなロボット、ロボットで200万は安いわな。欲しいのも山々やけど、今ちょうど手持ちがないしな。今ちょうど手持ちがないしなっていうあたり、さすがロビン。1日200万 PV のゲームサイト持ってるだけあって、実際貯金はいっぱいあるんだろうな。なんか手に入った。そこの君たち、ロボットに興味あるかね。あります。なんか新しい仲間が増えそうな予感がしてきたぞ。
マイクから聞こえてくる声。私はここの責任者だ。いいものを見せてあげるからな。入ってきたまえ。やったぜ。ちょっとストーリーから外れちゃった気はしなくもないが、行ってみよう。なんだこれ、ダンジョンか？あ、違うな。私はここのロボット工場の責任者、ザック・アシモフだ。アシモフ博士。なんや、おっさん、何の用があるんや。私は今、世間にもまだ公表していないロボットを作っていてな。それがようやく完成した。なんだそれ。猿。猿じゃん。これは。これこそ先端技術によって長年開発されてきた次世代型モデル T3 同士育成型サルロイド、サルロボである。じゃあ日光サル軍団に分けてやるよ。このモデルの特徴はまさに自分の好きなようにロボットを育てていくことができるということだ。どうだ、すごいだろう。人工知能を積んでいるようだ。そこでだ、実は一つ頼みがあってな。連れて行ってくれないか。だろうな。やったぜ。これなんか寄り道しといてよかったわ。つっつってなんでだから。まあこちらは実践データが取れれば。あ、やばい、戦闘臭いな。実践データっつつもういきなり戦闘臭くなってきた。商品としてうるさいは3億円ほどの値がつくのだが、今回は特別にタダでこいつを貸してやろう。よかったな。これなんか強いんじゃないのか。というわけで、これからサルロボの育て方について説明してやろう。一度しか言わないからよく聞くのだ。はい、わかりました。まずサルロボは一緒になって戦うことはできるが、人間のように経験を積んでレベルが上がる。え？バナナチップというアイテムを集めてもらう。このバナナチップはサルロボを成長させることができる特別なアイテムだ。サルロボを連れているといろいろなところで見つかるから探してみてくれ。次にバナナチップを使ってサルロボを強くする方法だ。サルロボを強くするにはステータス、技、武器、この3つの要素がある。ステータスを強化するにはバナナチップが必要だ。これなんか、ま、今まで行った街を戻っていかなきゃいけない臭いな。そしてこの画面になったら6つのステータスの中から成長させたい能力を選んで決定するのだ。どうだ、簡単だろう。こういうのをもうちょっと前に持ってきてくんないかな。なんで ラスボスの手前みたいなところでこれを持ってくんだよ。一つは一度上げたステータスは元に戻せない。まあそれはよくある話だな。バナナチップを使用できる回数には限界があると。わかったわ。サルロボに技を覚えさせるためにもバナナチップ、もうとりあえずバナナチップだ。まあ、全てはバナナチップで完結する。武器についてはどこかで改造できそうなアイテムを見つけたらここに持ってくるといい。特別にタダでサルロボ用にの武器に改造してやろう。あ、もういいわ。とりあえずバナナチップだ。サルロボ、じゃあお猿でいいか。もうなんかちょっと別に仲間にする気がなかったからさ、今更名前を決めようという気が起こらない。親よく見ると仲間たちがすでに4人ではないか。すまないが、サルロボは5人以上で戦うと原因不明のエラーを起こしてしまうのだ。え、ちょっと待って。はあ、ありえないだろ、このタイミングでクルミ仲間から外れるって。あ、びっくりした。そうだ、これをやるから、まずは試しにサルロボを強化してみるといい。バナナチップ3個。弱え、いらねえ。バナナチップどこだ。あった。ちょっと待ってくれ。使うとエネルギー全開。これ HP 回復だとしたらもったいないぞ。
もうなんかストーリーからそれておかしくなってきたな。使うっていうのが使い方がわかんないぞ。あ、いたか。攻撃技レベル1モンキーハンマー。バナナチップを消費してモンキーハンマーを覚えさせますか。よしやろう。とりあえず全部覚えさせようかな。バナナフレッシュ。とりあえず3つ使ったぞ。やべ、もうくるみと交換すっか。別になんかもうサルロボ、サルロボいらないわ。もう帰りまーす。ちょっとここね、なんかストーリーに関係なさそうなんで、やっぱ戻ります。もうここまで来たらストーリークリアしたいんだよ。多分サルロボ使ってバナナチップを集めるのがこのゲームのやり込み要素なんじゃないかなと思うんで、僕はね、こっからやり込みしていくのはちょっときついなと。ちょっとレベル上げもしてないし、そう思うんで、今からもうラスボス行きましょう。